JLPT のスタッフとしては、そうですね、テストを集めたり、また配布したりいう、サポートの、手伝いをしています。JLPT は自分のレベルを正確にするいいチャンスになります。クラスによって一緒に勉強する人たちによってこうレベルがちょっと変わってしまったりするんですけど、JLPT はみんな同じ試験を受けるので自分のレベルを正確に知ることができます。でまた特に日本で働きたい人は JLPT はすごく、大事になってきます。で日本の会社でも、就職してから JLPT を受けてくださいと言われることが多いので、今時間があるうちにもし日本で働きたい方がいれば、受けておく方が後で楽だと思います。JLPT は聞いたり読んだりする部分のテストになるんですけど、やっぱり普通に日本語話していると聞き聞こえなかったらもう一度お願いしますだったり、テキストだったら時間をかけて読むことができるんですけど、テストの時はそういうことができませんね。なので例えばリスニングだったら日本語を聞く時間を一日の中で多く持つってこと、あと、リーディングの時は、例えばタイマーを使ってそのタイマーの時間の間にテキストを読んで何が書いてあるか読む練習をすると、毎日プレッシャーをかけて練習することができるので効率よくテスト勉強ができると思います。